はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2、イデトヨカの不思議な鍵、続きやっていきたいと思います。ですね、前回ね、天空攻略しましたね。で、天空攻略して、狭間の世界にね、来いって言われて、いる、お前に海なりの鐘と破壊の鏡と大空の盾を託す。それはもて、ドークの家の狭間の世界へ行ってくれ。だが、スパサー水晶、家で休んだらまたここに来てくれ。ということで、家で休まなくちゃいけないんだね。今回もね、行けるとこまで行こうと思うんですけど、お、いる、待てたぞ。丸太のへその代わりに見つかったか？イルはルカに天空の世界だったことを話した。それじゃあ、これからそのドークってやつに会いに行くのか。そんな話に乗って大丈夫かな？もしイルに何かあったら。わあ。それ、亀葉王子からもらった光のオーブだよな。どうして？え、モントナーも光って、お前一体どうしたんだ？すげえモントナーだよね。いる、ルカ。いるルカ。モントナーが喋ってる。ドーク、倒し、我が元に参れ。お前たち、きっとできる。自分と仲間の力、信じろ。モントナー、お前喋れたのか？どうしたんだ？な、教えてくれよ。夢のキャミソールとか装備してる。靴もなんかすごいよね。ダメか、さっきのでおしまいみたいだ。体も光らなくなったし。でも、モントナーの言う通りだな。僕は少し弱気になってたよ。これまで何があっても仲間と一緒に乗り越えてきたイルなら、きっとドークなんかやっつけて、その代わりを見つけてきてくれるさ。それじゃあイル、明日は決戦だ。今日はゆっくり休むんだぞ。ということでね。まあ、敵の本拠地ですね。まあ、モンスターもいるでしょうから、ちょっと肉とか買ったりね、レベルもちょこっと上げて、たりしてるんですけどね。あとこれだね。はい、気をつけてね。あ、それから、まあ、いる。それって魔獣の皮じゃない？あ、そうだね。魔獣の皮は、まあ、ダースフル、ウルフェンはを、滑舌悪いな。ダースウルフェンをね、驚かなくちゃいけないので、まあ、その裏でやっとこう。裏でやっとこうっていうか、やってからね、お母さんに話しかけようね。はい、おう、イル来たか。それじゃあ早速こいつを持ってけ。おい。はい、実は、へその代わりにした宝は俺が修理して預かってたんだ。島の様子は見たか？丸太が海の底に沈むもの、時間の問題だ。そうなる前に、ドークの狭間の世界でへその代わりを見つけてきてくれ。狭間の世界は奴の庭だ。気をつけていけよ。俺ももう少しだけ頑張ってみるぜ。もう行っちゃうぜ。はい、ということで、狭間の鍵。ね。まあ、ひとまずだよね。ここまでやっと来れましたね。ふはは、幼きマスターよ。ようこそ、狭間の世界へ。罠を恐れず素直にやってくるとは、よほど丸太のへそとやらが必要なようだ。それでは早速、ドーク様の求める3つの宝を出してもらおうか。海なりのか、ああ、そうだね。渡しますか。はい。確かに受け取った。これを、狭間の王のもとへ。さてと、取引は無事終了だ。クッククそんなに驚くようなことでもなかろう。お前はここで生きた絵、丸太のへそを受け取ることができないのだからな。さあ、最後まで俺を楽しませてくれ。行くぞ、幼きマスターよ。まあね、まあそんな分かりきてるね。おあ、こんなだったっけ。グラコスがいる。
まあこれはね、やられても文句言えないよね、相手もね。さて、ちょっと強くなってるよね。一応ね、バイシオンとか、おう、使えんですけど、これじゃないな。ここか？ね、バイシオン。あ、倒しちゃった。ね、ここまでちょっと上げたんで。く、ドーク様より賜った最強の魔物が倒されただと？俺は全てを犠牲にして力だけを求めてきた。そんな俺が貴様のような生ぬるいマスターに負けるとは。お主が生ぬるいんだ。貴様と俺で何が違う？俺は間違っていたとでも言うのか？もう、騙したりとかね、間違いだらけじゃんね。ファッファッファ、ダークマスター君、残念ながらあなたとはお別れのようです。ドーク様、お別れとは一体？魔物を与えるときに言っておいたはずですよ。もしも負けたら、あなたの命は尽きると。闇の力と契約したのですから、当然です。それではごきげんよう、ダークマスター君。そんな、あれは本当のことだったなんて。いやだ、死にたくない。ぐわあ。だいたい人に何かやる人って自分がやられるとおかしくなるんで。さて、先ほどは素敵な贈り物を3つもありがとうございました。ですが、私から差し上げるものは何一つありません。ドルイメ。回り右してどうかお引き取りください。ファッファッファッファ。って言うとさ、回り右したくなるじゃん。だけどダメだよね。こうやってぐるぐる回って、ダメか、回れないか。ね、回転しないと進化しないポケモンみたいなの偶然発見したりとかね。お、禁断のバイブル。まあ大事だからね、ここら辺はね。取って、あと霜降り肉もあるので、どうすかな、ここって一回しか来れないんだっけ？何回、これっけ、ここって。あ、切り裂きピエロ。こんなんね、捕まえといてもいいかもね。あ？こんなんいたっけ？闇縛り。前に。闇縛りっていたっけ？ドラケーとこれは、え、ナインにもいたんだっけ闇縛りって。テンだよね。ナインだっけあんまり結構適当に忘れてっかんね。まあ適当ではないけど、結構忘れてっかんね。出てきたから思わず捕まえたけど、いや、まずメッサーラもいいね。メッサーラ、切り裂きピエロだよな、やっぱりな。メッサーラは、切り裂きピエロは6だね。メッサーラはドラケ5にいましたね。仲間入りますけどね、これもね。さて、骨付き使うか。あとあとね、配合してね。まあ、一つ目ピエロも2体集めれば、これになるよね。よし。だいたい2分の1だったからね。めんどくせえなと思ったけど。スタンバイもずっと入れてるんで、ずっと入れてる。あ、グレートドラゴンいる。あ、やった。グレートドラゴンいるってことは、魔王の使いと配合であいつができるね。ちょっとこれは、おやつのために霜降りがあるようなもんだね。今配合してもしょうがないので、このままいっちゃいますね。うわあ、70で失敗すんなよ。よかった。使う。
怒ったらもったいない、逆にもったいないわ。鬼付きでよかったんだ。メス、待って、これが、あ、そうだね、グレートドラゴン捕まえました。あと切り裂きピエロだね。ってのが、一回戻っけど、まあ今ね、ちょっと魔王の使いがかなりちょっとレベル上げて、またね、元に戻るんだよね。メタルエリアとかね、解放されてればね、いいんだけど、今ちょっとまだ、あれだから、鍵再生中だから、グレートドラゴンとできるよな。あ、できた。竜王。竜王一応できんですよ。だけどまたレベル1になっちゃうので、とりあえずね、魔王の使いでいっちゃいますね。で、魔王の使いは魔王の使いで強いんで、まあそういうことです。それだけでちょっと紹介しようと思ってね。だから竜王できますよーってね、言われるかもしれないので、まあ知ってますよって感じでね、紹介したんですけど、そういう感じですよね。自分がね、これがどこどこにいたモンスターですとか言ったりするじゃないですか。そういうのがそういうことなんで、なんか知ってるアピールとかしてるわけじゃなくて、ここまでは知ってるけど、この先は知りませんよっていう話なんでね、そう思っていただければいいかと思います。もう骨付き使っちゃうか。だってこれだけしかいないもんね、ここで確かね。あ、そっか。メサーラか。捕まえたんだ、切り裂き。まあ、捕まんなくは、お、オッケー。よっしゃ。ちょっと運良かったね。じゃあ行きまーす。はい。これもね、作れますけどね。怒りの魔人。ちょっと節約したいんで。まあ、アイテム取りながらもう行っちゃいますね。これもすぐ作れますんで、そんなに考えなくてもね。で、この、お、グラコスのやり、あれがいることにより、できるものもあるから。でね、配合をやってもいいけど、配合やってると今回攻略できる時間がなくなっちゃうので、とりあえず攻略だけやっちゃいますね。はい、もう着きました。ね。ここまで13分ぐらい。やれやれ、命知らずの哀れな魔物使いがのこのことやってきたようですね。どうですか？世界中から集めた宝で埋め尽くされたこの部屋は。この狭間の世界は実に、まさに私にとっての楽園ですよ。好きな時に好きな場所へ行くことができ、それでいて誰もここへはたどり着けない。なぜこのような場所が手つかずで残っていたかは、甚だ疑問ですが。おかげで私は部下の帰りを待つだけで好きなだけ秘宝を集めることができました。見ればあなたの魔物もなかなかの様子。あなたも相当なコレクターのようですね。あなたと私は似た者同士かもしれませんよ。ふわ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 。さて、丸太のへそでしたか？あなたが求めている宝というのは。確かそれがなければあなたの国は滅んでしまうんでしたね。ふわふわふわ、結構結構、実に愉快ではありませんか。人間たちの絶望は明日への活力となり、また私を新たな宝探しへと駆り立てる。どうやら丸太のへそは私から力ずくで奪うしかないようですね。さあ、かかってきなさい、哀れな魔物使い。私に勝てれば丸太のへそは差し上げますよ。てか、もともとあなたのものじゃないだろう的なね。いいですね、その希望に満ちた顔、それが絶望に変わると思うとゾクゾクします。お願いですから、最高の絶望顔を見せて、書いてくださいね。ふわ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 。まあ、ドエスかっての。
さて、洞窟戦ですね。オートでいいでしょう。ズドン。お、ギガスラ使うんだね。どういうふうにバイシオン使うんだよね。バイシオン。バイシオン使うとさ、あれ思い出すんですけど。シルビア。あの人使いますよね。バイシオンとか言ってね、ドラクエ 11S とかボイスついてた時ね、結構使ってたから、頭に残ってるっていうね。おぉ。あ、さすがに HP 高いね。シャッフルついちゃった。シャッフルでも、仲間にはね、仲間っていうか、イグにはあんま関係ないからね。お、一人だけメダパーね。ズドン。ギャンブルカウンターちょっと痛いね。スキルトかけとこうか。あったよな。スクルト。の。ああ、賠償ないのか。じゃあ、ここにかけといていいか。あ、いてつく波動。うん、まあ、いいんじゃないか。道具で、魔王の使い落ちたやだな。特約層でいい。レベル上がんないか？あ、上がんなかった。ごふ、バカな、この私がこんな子供に。そうか、そういうことでしたか。あなたは確か相当なコレクターだ。だが、ただ魔物を集めるだけでなく、そこには絆がある。それがダークマスターとの力の差であり、あなたの強さの全てだったんですね。ですが。さて、次はちょっとコマンド入れながら行かなくちゃないね。この狭間の王ドークがこんな、ここで終わるわけがないではありませんか。私のコレクションの中で最もレアな神聖の宝珠を使う時が来たようです。刮目せよ、哀れな魔物使い。そのままなんあるんだっけ、これって。くわー。ちょうどよかったね。いつも強くしすぎたりなんだりで偏ったりするのか、するので。ふふう、ごきげんよう皆さん。私は真の狭間の王ネオドーク。もう一度言いましょう。私は真の狭間の王ネオドーク。はは、さすが神聖の宝珠、力がみなぎりはち切れんばかりですよ。さあ、かかってきなさい、哀れな魔物使い。次はこの体ですりつぶしてあげましょう。真の絶望はここから始まるのです。ファ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 。これ回復しないんだっけ？してねえし。なんだ、しないのか。だったら、どうすかな。天長の相馬。HP を全開させる。完全に回復させる。これはちょっと取っておきで、エレフの身薬使うか。ね。で、ここが、どうすかな。命令で、バイシオンでしょ？で、一応スクルトとかもあるけど、守りの霧でもいいかな。危ないもんね。それで、デホマラ。トラ。あとはスクルトとかかけながらやればいいかな。
修羅の僕。時間かけるとまずいからね。キラーン。最大 HP ダメージ。やめてくれって話だけどね。バイシオンの、あと命令でここがベホマラー使えるので、ベホマラーでしょ？作ると、また守りの霧の、あとここが、どうすかな？爆裂剣とかでもいいけどね。で、道具で、ちょっと回復させよう。賢者の先生、さすがに。あ、カバーをやんなくていいんだけどね。まあ、硬くなっといて損はないね。聖剣好き。よん。命令の。あ、ザオリク120も使うのか。じゃあ。スクルト使っといて。あ、ないのか。いや、じゃあアイテムで使い切っちゃうか。世界樹の葉を使って、でしょ？使ったでしょ？で、ここで、ここには、ここがベホ、ん？あー、MP ないのかい。しょうがねえか。だったらば、普通に戦うしかないか。まあ、いけなくはないからね。よし。じゃあ、特上薬草を使って、あと命令で、守りの木一回ぐらい入れといた方がいいか。あと回復もできないから、バイキルトでしょ？あとはここが、スクルトもう一発ぐらい入れとこうか。よし。爆裂剣いいよね。ね、だんだん上がっていってるっていうね。で、道具で、賢者の聖水を使いの、命令の、ベホマラで戦う。簡易爆裂剣、いいよね。お、ハイテンション用なず、まずいね。うわ、やられた。延長相馬使うか、もったいないけど。危なかったね。光の波動を使えば、あの下がってるものがどうにかなるので。もうちょいだね。道具で賢者の聖水のと、ここが、スクルトの、もう一回守り使っとくか。バイシオン。さっきの配点、あ、倒しちゃった。店長ソーマン使わなくてよかったかも。いいや、いいや、使っても。まあ、後のために取っといてよかったかもね。ゲフ。
でもいい戦いできたね、今回ね。やたないる。補助とか、あんまりね、早くクリアしたかったので、あんま考えてなかったのよ。だ身代わり要員とかも持ってきたけどね。へえ、ずっと後ろで見てたんだよ。お前って本当に強いんだな。さてと。よし、こっからはね、リミッター外れますよ。おい、この勝負、イルの勝ちだ。約束通り、丸太のへそは渡してもらうぜ。すみません。はごめんなさい、私、嘘ついてました。丸太のへそなんて持っていません。なんだって?お許しください。ここにある宝は好きなだけ持って行っていいですから。何とぞ、何とぞ。このバカ垂れ目が。たく、しょっぱい魔王がいたもんだぜ。本当にしょっぱいね。だから今、魔王の使いとかすごい使えましたよね。だから竜王にしてたらどうなったか、ちょっと想像つきますよね。ハイテンションヨナズン、ちょっとやられたね。400くらいは、あれ気をつけた方がいいよ。おい、いる。こうなら片っ端から宝箱を開けて、へその代わりを探すしかなさそうだ。それがなかったら丸太は海の底。時間がない。急ごうぜ。まあ、手にはね、入りますからね。申し訳ありません。丸太のへそなんて見たことも聞いたこともありませんでした。聞いたことはあるよね。ここにある宝はね、もう本当に、とんでもねえ野郎だ。宝が、なんかあったよな、これ。金銀財宝で埋め尽くされていた。おゴシックウェア。いいね。装備しましょうか。ゴシックウェアに今なったってね。なんでここのこんなん倒して手に入るってことはね、まだあるってことだからね、イコールね。お、王家の剣。ん?どうしたいる?こいつは悪坊の像じゃねえか。しかも金ピカ。ははは、こいつはいいや。これならへその代わりにぴったりだろ。よっしゃ、それじゃいる。この像を悪坊のところへ持って行ってくれよ。俺はもう少しやることがあるからよ。寄り道せずに丸太に帰るんだぜ。今このタイミングでさ、動画もう一本出来上がっちゃったんでね、前のやつね。じゃあ、まっすぐ帰るのか。おお、いるか。悪いな、今回は呼び戻してやれなくて。で、どうだ?へその代わりは見つかったのか?はい。こいつはそういや昔若気の至りでこんなの作った覚えがあるな。とにかくイケイケだった頃の俺のパワーも入ってることだし、これならへその代わりとして申し分ない。でかしたぞ、いる。それじゃあ早速とりゃ。止まったか。おい、悪坊、いる。へその代わりはどうなった？わ、なんだ?くそ、間に合わなかったか。おい、どういうことだよ、ワルボー。丸太のへそはこれでいいんだろ?カメハいる。お前たちはよくやった。本当によくやってくれたよ。でもな、丸太を支えるだけの力がこの島にはもう残ってないみたいだ。そんな。安心しろ、二人とも。お前たちを巻き添えにはしない。俺の命をつなぎ止めている最後の精霊の力を使えば、お前たちが島から出られるくらいの時間は稼げるはずだ。
かっこつけてんじゃねえよ。そんなの俺は納得しねえぞ。へえ、最後くらいかっこつけさせろよ。じゃあな、カメハ、立派な王様になるんだぞ。じゃあな、いる。お前はすげえモンスターマスターだったよ。二人とも元気でな。ワルボー、待て、ワルボー。なんだよ、カメハ。お前、しつけえぞ。足元見ろ。奇跡だ。ミラクル。なあ、ワルボー、あんなカッコつけてたのにお前生きてんじゃん。はっはっはっは、だっせえ、だっせえぞワルボー。うるせえ、せっかくお前のそばから離れられるチャンスだったのによ。こんな時くらい素直に喜べよ、このバカおじ。いる。本当にマルタを救ってくれたんだな。仲間の魔物たちと力を合わせて。すごいぞ、イル。イルはマルタの英雄だ。さあ、僕たちの家に帰ろう。異世界の話、たくさん聞かせてくれよ。あ、そうそう、カメハ王子とワルボー。母さんが今度二人をうちに連れてきなさいって言ってたぞ。特製の木の実パイ作って待ってるってさ。木の実パイ？もう木の実パイなんてまっぴらごめんだぜ。木の実パイを取り合ってあの丸太のへそをぶっ壊したからね、すごいよね。はい、全クリいたしました。とりあえずね、追加要素もありましたよね。ドラクエ11のモンスターもそうだし、前にね、ドラクエ11以外にもね、
なんか追加されてるモンスターいたよね。で、このイルルカが最初あの 3D で出た時がね、3D の方はね、あの10が出てからかな。だから11出てない時だったよね、前ね。だから10出て、バージョン最初の方だと思うけど、だから最初の方の10のキャラはいるんだけどね。だからその後のもいるんかな、イルルカ SP ってもしかしたらいくかもしれないよ。だから、テリワン SP の方は、あの11のね、あのボスとかもいたからね。だから多分、そういうのは今後出てくんじゃないかなと思うんですけど、ね、そこも楽しみにやってるんで、まあいるかいないかわかんないですけどね。だから、いたにしろいないにしろ、それをね、どっちかって知るのが嫌なんですよ、自分ね。だから、あ、どうなんだろうって思いながらやっていってね、自分で埋めていってね、あ、こここうだったんだ、みたいな、それがね、なんかやりきった気持ちになるっていうね。まあそんな感じなんですけど、まあね、クリアできたんですよね。それで、あの追加なんだっけ、決し、なんだっけ、紋章だっけ、そのなんとかの紋章、竜の紋章とか、例えば、の漢字の紋っていう字と、あと水晶の章っていう字で紋章なんだけど、なんかそんな要素もあるので、まだ一個も使ってないけど、なんかあのモンスターとかちょっとね、強くなるみたいだけどね。だからそんなの持ってやればいいんじゃないかな。だからもうちょっと強くすればね、もっと楽にいけたんですけどね、天頂の相馬とか使わなくて済んだんですけど、まああの、それを使うぐらい、結構ね、まあ、どうだね、使わなかったら結構きついような感じだったよね。だから世界中の雫もあったから、やっぱ生き返らしてやったりとかもしたいんだけど、MP がなくてザオリック使えなかったりとかね、結構消費使うんで、だから、やっぱ長期戦とかなるとね、やっぱきつくなってくるような感じだったけど、短期決戦の感じで作ってたので、まあ危なくなったら、家帰って身代わりとかもやってもよかったけどね。まあそんな感じでは考えてたんですけど、まあ身代わり使ったらほとんど無敵に近いからね。だから使わなくて済んだんでしょうけどね。まあでも、すごい、なんだろう。まあ白熱した戦いだったんじゃない？ラスボスね。それはそれで楽しめましたね。だから、またね、この後続くでしょうから、まあ、ここでね、一応ストーリーは終わりなんですけど、まあ後日談じゃないけど、まあ次そういうのもやっていきますんで、まあよかった、よかった、よかった。そうね、リリースして、まあ何日目？二日目ぐらいか。まあちょっとね、まあ配信やってるんでしょうがないんですけど、まあこれ個人でやってたらその日ぐらいに多分クリアできる内容なんで、ただね、やっぱじっくりね、あ、こんなとこにこれいるっていう感じでね、まあ残して、まあ1年後でもね、2年後でもね、まあ普通に見れるような感じで動画を残したかったので、まあ自分こういう感じで作ってますけど、本当にそれはね、あの配信者によって違いますんで、まあ私こういうやり方ですけど、他の人はね、もう本当にボスだけ撮ってたりとかね、だから別にそれがいいとか悪いとかは全然ないし、本当にね、あの自分で好きなようにやるのがゲームだし、まあこの配信もね、まあ YouTube を使わせてやらせていただいてますけど、まあ自分のチャンネルなんでね、自分の好きなようにやってるってことなので、まあ本当に、ああ、このやり方で見てみたかったなーとかもあるでしょうけどね、まあ全員が違う意見だったらね、全部、例えば、あ、1を見たいっていうのと、2を見たいっていうのと、3を見たいってなったらね、3つ同時にできないので、だからね、なるべくなら、その1、2、3、ね、どれも当てはまるようにはしたいけど、180度ね、違う話だったらできないので、ね。だから、ボスだけが見たいってのとね、全部見たいっていうのだったら、また180度違う話なんで、どっちかしかできないですよね。だから、自分はどうしたらいいんだろうって思った時に、まあ、本当にじっくりね、撮っていくような感じのスタイルの実況が、まあ、最初、動画ね、配信の活動を始めるときに、やっぱそう思ってやったのもありましたんでね。まあ、ゲームにもよりますけどね。だからもうここまではストーリーなんで、この先はね、配合の、なんだろう、パートも作ったりとかしていきますけど、前やった時、そんなの混ぜながらね、やってたんで、まあ今回はね、ストーリーのついでにやった感じでしたけどね。まあそういう感じだと思っていただければいいかと思います。はい。ということで、エンディングいつの間にか終わってましたね。まだか。なんかドークが出てたから終わったかと思ったけどね。ゲームボーイ版だと、ここの狭間の世界来る前にドーク一回戦うんだっけ？で、そこに行って、ドーク戦うんだよね。それで終わりみたいな。ネオドークなんかいなかったもんね。で、イルルカ 3D の方でネオドークが出てきて、で、今回のこのスマホ版の SP でまた追加モンスターなんで、またさらに追加されてる要素が今後あると思いますので、ないわけがないのでね。だそこをじっくり吟味して楽しんでいこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあ、本当にダークマスター戦からだったので、結構、まあ最後はね、いつも動画ここの部分は、最初と最後だけは長くなるんですけど、まあ無事攻略できたので良かったと思います。はい。
へえ、狭間の世界でそんなことがあったんだな。あれ、モントナーじゃないか。どうしたんだ。うわ、目覚めの時来た。これからが本当の戦い。タイトル画面か、これで。あ、ですね。で、多分続きってやると、この続きできると思いますので、今回ここで終わらせていただいてね、次回このタップスタートをしてね、クリア後の世界堪能していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。